スコットランドのファイフにある人口1万5000人ほどのタウンである。ロシストも表記する。フォースワンに面し、南4 8トルの位置にはダンファームリンがある。1909年、イギリス海軍造船所の建設が開始された。それは、建設中に埋め立て地も造成され、1300エーカーの規模となった。造船所の建設に合わせ、1915年に、 ロサイスには、田園都市が建設された。ダンファーム林のロイヤルバーグを作るため、現代的都市と港が作られた。造船所は、第一次世界大戦と第二次世界大戦において、軍艦の修理や解体を行った。1987年に、イギリス海軍の造船所と関連する施設からの撤退に伴い、バブコックインターナショナル社が、造船所を買い取った。 イギリス初となる国有造船所の民営化となり、冷戦において戦略的に重要な原子力潜水艦の施設が整えられ、イギリスの国防に貢献した。2003年に造船所は原子力潜水艦の修理業務を終えた。その後、退役した原子力潜水艦の原子炉などを抜き取り、レベルの低くなった放射性廃棄物の保管用地となっている。 廃棄処分施設の建設が、デボンポート海軍基地と共に候補となったが、ロサイスでの建設は、見込みが薄く、すでに再開発のため一部の施設を売却している。最新空母 HMS クイーニーエリザベス、満載排水量6万7000トンが国内4カ所で建造され、ロサイスで最終組み立てし、2017年12月に収益、 ロサイスは M90 モーターウェアを隔てて、インバー海進がほど近くにある。また、エディンバラがおよそ北西 19km にある。一時的に停止することもあるが、港はヨーロッパ大陸とスコットランドを結ぶ唯一のフェリーが運行されており、2009年5月に運行が再開される。鉄道はファイフサークルラインが運行されており、ロサイス駅がある。 ロサイスには、ダンファームリンウェスト、ファイフウェストミンスターとダンファームリンウェストスコティッシュ、パーラメントの二つの選挙区があり、双方とも、スコティッシュ自由民主党の議員が選出されている。また、ファイフカウンシルに、議会代表、スコティッシュ自由民主党、スコットランド国民党、労働党の三名選出している。ありがとうございます。